大好評のドラムアップです。早速検証の方を始めていきましょう。まずサイズは130ですね。もう片側が120ですね。厚さは約8mm。 次に素材の方は低反発の柔らかい素材となっております。こう手で押した時なども跡がつくような仕様になっています。ではローランドの EDM10 と比較してみましょう。サイズは130×120、 ほぼ一緒です。厚さは若干ローランドの方が薄いですね。すいません。素材の方は表面が絨毯になっています。こちらも柔らかい素材になっています。こちら2枚重ねて使用しますとかなり振動が抑えれるのではないでしょうか。次は KC のドラムマット。サイズは約200。厚さはかなり薄いですが、ちょっと固めの素材になっています。比較してみますとこれほど差があります。